はいどうも皆さんこんにちは、フル。本日はですね、2023年版アマチュア無線機の選び方ということでね、ちょっとお話をしたいと思います。ご質問をいただきましてね、コメントで、やすさんということですね、ありがとうございます。はじめまして、いつも楽しくまた参考にさせていただいておりました、ありがとうございます。昨年4級取得後、 FTM6000S、 FT818ND、 FT70D の3台を購入しましたと。ああ、 IS 好きなんですね。今月3級受験予定なので、受かれば追加購入を考えております。おすすめとかあれば教えてくださいということでね、ちょっといい機会なんでね、2023年ね、どうやってアマチュア無線機選んでいこうかということをね、ちょっと考えてみました。まずですね、アマチュア無線ね、いろんな機械あるんで、ちょっとマッピングしようかなと思いまして、周波数帯とね、出力でね、ちょっとマッピング考えてみました。こちらがそのね、図なんですけど、まずね、周波数はね、横軸にとって HF、ですね、それから50メガ、2メータ430、1200以上とね、こういうふうになってますね。で、出力を縦にとって、まあ、1ワット、5ワットぐらいのね、まあ、QRP 領域ですね。だからまあ真ん中辺に3アーマの50ワットっていう上限があって、その後100ワット以上というふうになるかと思います。で、参考までに当局の主力機をねマッピングしてみました。下の方にね1ワットの VX3 とかね、これ八重洲のハンディですね。あとまあ1200は DJG7 がね1ワットでありますしね。で、まあ QYT28 っていうね28メガの10メータ FM 機、これ M も出れますがありますね。あと50メガにね FT690M2 っていうね、ポータブル機も持ってますね。で、HF から、430でドーンと構えてるのが IC705 ですね。これはやっぱり名機ですね。で、ちょっと上に 20W 出力の FTM300DS っていう、ね、これモンモビルに積んであるやつありますね。705は 10W なんで、この辺ちょっと下になってます。で、その上に 50W 機 FT991α マイクがあって、で、VU だと TS790 がね、2m430 で、置いてあります。同じく 50W に改造してます TS940S ですね。これが HF 専用機で、これ30メガまでしか出れないんで、このね、左側に置いてありますね。で、100W 以上の領域に TS890S100W 機、これが50メガまで出れますんで、こんな風にマップしてあるという感じになってますね。はい。ざっくりね、こんな感じですね。こうしてみると当局は、ほぼまんべんなくいろんなバンドに出てるし、 QRP もするし、 100W も出すなど、これ固定局免許ね取りましたんでね、まあ、まんべんなくいろんな無線をやってるなという印象を、まあ、受けるかなと思います。で、あともう一個ね、ちょっと別の評価軸考えようかなと思ってね、アマチュア無線機を周波数帯とサイズでねマッピングしてみました。周波数はね横軸で同じなんですが、大きさはね下から、ハンディ、ポータブル、据え置きとね縦軸にとってます。これね運用形態が見えるかなと思ってやってみましたら、こうなりましたと。で、まずは、上の方見ると、まあ、TS940、890 はねもう20キロ以上あるんでね、据え置き機のドカーンときますよね。で、790はね 10キロぐらいかな、はい、まあちょっとでかいと。で、 FD991α マイクはねちょっと、まあ、ポータブルのちょいでかぐらいなんでね、ここに位置しますね。で、705はぐっとちっちゃくなって、まあ、モービル機とさほど変わらないぐらいのサイズ感ですね。で、ポータブル機の、50メガ FT690M2 は、まあ、ちょっとちっちゃいんでね、これぐらいのところですね。これ乾電池でも来ますしね。で、ハンディ機が QIT がちょっとでかくて、DJG7 がまあ普通サイズ、VX3 がまあベリースモールって感じですね。こんな感じになってますね。はい。まあ、大体 HF は大きくて、2m430 はちっちゃいのがあると。で、まあ、頑張ってるのが DJG7 って感じですね。まあ、こういうふうにマッピングしていくとね、皆さん見比べたときに、ああ、私はこの領域は持ってないとか、あれ、ここは興味ないからいらないんだとかね、ここが抜けてるから、ここになんか補充がいるのかなとかね、ちょっとそういうアイディアの参考になればと思いましたと。で、考え方としてはね、そもそもどんな無線遊びをしたいのですかということで問いかけになりますね。海外 DX なのか、まあ、ご近所さんとのお話なのか、まあ、日本中の局とね、こう旅行気分で QS をしたいとかね、あと登山の合間にね、山頂から波を出すとか、あと安全のために持ってますよって人もいると思いますね。あとはまあモービル移動中ね、運転中暇なんで、その間話したいっていうんでね、モービルばっかり出る人ってもいますからね。
で好きなバンド周波数っていうのはね、皆さんお持ちですかって、ね、いや私はもう7メガの SSB しか出ないんですよって人も、ね、いっぱいいらっしゃいますね。 VU 専門ですねとかね、 CW しかやりませんとかいろいろいらっしゃいますんで、それに合わせておすすめは変わってきますと。で運用形態も、まあ、固定局、移動運用しかしない、モービル登山全部やるとかね、いろいろありますよね。でそもそもあの私 VU やってないから VU やらなきゃとかそういうことではなくて、人に応じて好きなところ必要なところは変わってきますから、あの全部カバーする必要はないんですよね。だからあの VU しかやりませんっていう大山さんいっぱいいらっしゃいますしね。あとアンテナが出せないから HF できないんですよって人も、ね、いっぱいいらっしゃいますよね。だからさっきのマップを全部埋める必要はなくて、自分に必要なところを抽出してそこの機材が揃ってるかと、これ何を追加したら良くなるのかみたいな、ね、考え方でいいと思います。で安さんの回答ね、せっかく質問いただいたんで回答しておきますと、まあ、今度3級を取得されると。で FT818ND はすでにお持ちなんで、これよりは大体ね、大体いけると思うんですよね。で手持ちの今機材は VU のモービル機と、HF から VU のポータブル818ですね。あとハンディ機1台と。でハンディカーのデジタルね、 C4FM もできますからね、かなり揃ってるんですよね。で AS で通してあるから、あの操作性もね迷いませんしね。でもし HF ちょっと強化したいなっていうことでありましたら、一番はまあ FT991α マイクですね。まあ AS ですしね、あの同じデザインだしね。で818だね、やっぱりパワー不足だなっていう局面どうしてもね出ると思うんですよね。その点アフラーマイクなら3級の 50W 出ますからね、あの VU も HF も、まああのね、50W でブンブンいけると。で FTM6000S が完全に被っちゃうんで、これはいらないかなという選択肢もありましてね、まああの1台目で気に入ってますということでしたら残してもいいですし、車に積んでますだったらそれでいいんですけど、あの完全に被っちゃう機材になりますと。 20W のモービル機とね 50W のポータブル機はほぼ被っちゃうんでね。あと991今ね売ってないらしいんですよね。だから欲しくても買えないかもしれないですということであらかじめ伝えておきますと。でおすすめ2なんですけど、あのアイコムの IC7300 のマイクですね。 HF から50メガの 50W 機ですけど、これねあの今ね結構お値段もお安くなっててね、アイコムはねユーザーインターフェース簡単なんで、使いやすいと思いますし、まあ、性能はね受信感度とかあのとても良くてね、あのバンドスコープも非常に綺麗、まあ、今から買うならとてもいいなと。でねちっちゃいんですよねこれね、結構コンパクトでね邪魔にもならないということでね、まあ、7300マイクもかなりおすすめと言えると思いますということになってますね。はい。で、まあ、あと一般的なね、まあ、無線機何買えばいいのってことについてのちょっとおすすめプランもね紹介しておきますと、まあ、まず最初にね周波数帯が広い、まあ、出力は小さくていいんで、それを導入してたくさんワッチ聞くことですね。ここから始めましょうと。で免許はね4級でいいんですよ。あの聞くのはねあのどこでも聞けますからね。でやっぱりね無線ってねまず聞いてみないことにはわからないんですよね。あの斜めがってこんな感じだよとか人から聞いても自分がそれにマッチするかどうかっていうのはね自分で聞かないとわかんないんで、でアンテナはねあの導線をビローンってこう伸ばしてるだけでもまあ聞けるんですよね。なんとなく聞けるんですよね。だからうちアンテナがなくてっていう人もね、まずはねちょっとあの窓の外からね導線を出してみてロングワイヤーで聞いてみるっていうね、とこからスタートしてもいいと思います。でそれからあの免許お持ちだったら出れる周波数に出てみると。であのこれ結構緊張するんで、あの当局の、ね、最近の人気動画ね、あの初めての QSO、ね、ガイダンスみたいなやつありますけど、あれ3万回ぐらい再生されてるのかな、はい、あちら見てもらえば分かりますけど、まあ馴染めそうかどうかね、怖くないかとかね、自分にできるかとか、まあ、やってみていただくのと、あとね近所でね更新する相手いるかどうか、あの相手いないと無線できないんで、更新相手はね近所にいらっしゃいますかというのをよく聞いて、で更新を実際してみて面白いかどうかでアンテナ強化しなきゃとかね、パワー持ってほしいなとかなってくると思うんですよね。で自分なりの運用形態っていうのは、まあ、例えば平日の夜にね VU ちょろっと出ますとかね、土曜の昼間ねちょうど休みなんで HF で日本中の人とね話したいなとかね、いうなんか自分なりのやり方が見えてきたら次の無線機を考えられたらいいと思いますと。でまず1台目とかね、まあそれは最初分かんないんで、その周波数帯の広いあの4アーマで使える機械を導入すると。でそこから次は、まあ、あのこの話でやっていこうということですね。でこのプランに基づくおすすめの機材としては、
まあ、1台目はね、あの東京よく言ってますけどね、アイコムの IC705、 これが HF から430メガまで出れる 10W 機です。で、4級の免許でね、あの絶対違反しないんで、これ素晴らしい機械ですね。ベストバランス機ですね。で、 D スターがついてる、デジタルがね。で、この D スターはね、アンテナがなくてもね、ターミナルモードで Wi-Fi があれば、あの無線できるんで、更新相手にはこと欠かないですし、で、 D スターね、あのレピーターっていうのがあってね、あの山の上から電波を、自分の電波をね、あの周りに拡散してくれるんで、お話できる可能性がね、ぐーっと上がるんですよね。これ非常に面白いですね。なんで、まあ在庫があって、まあ、もしアイコムのね、操作性がね、あの違和感ないなと思われるんだったら、もう最初は IC705 ね、4級で705でもいいと思います。もうこれ一択でもいいと思います。で、続いて八重洲の FT991α マイクですね。これ3級取ったらこっちかなと思いますね。同じく 1.9 から430の50メガ機になりますね。で、3級取るまでちょっと我慢して、で、これを買うっていう手もあるんですよ。4級だとね、 FT991α シアラーっていうのがあるんですけど、これね、 10W、20W になっちゃうんでね、それだったら705でいいよなって気もするんでね。値段一緒なんですよね。値段一緒で 20W と 50W でだいぶパワーも違うんでね。なら705から入って991へステップアップか、3級取るまで我慢。我慢で。3級取るとね、あの、電信もできるようになりますしね。だから、まあ、991を3級取ってから、アルファマイクで行くって手ありますね。あと、まあ、あのローコストにね、あの抑えるだったらね、抑えるんだったらね、八重洲の FT818、ノベンバーデルタ 818ND ね、実はこれすごいいいと思うんですよね。で、聞くだけだったら出力いらないんで、これ 6W でも全然いいんですよね。で、 CW だったら 5W QRP とかでも更新かなりできますんで、電信やる3級持ってるっていうんだったら 818ND でいいし、聞くだけだったらこれで全然いいんで、これね、あの本当、あのいい機械だと思いますよ。ポータブルでね、どこでも置けますしね、出張のお供とかに持っていく人も多いですしね。ただなんか、あの生産完了するらしいんで、買うんだったら急ぎましょうね、はい。で、今後ね、いろんなもの買い足した時にも818持ってると、これでちょっと移動やろうかなとか、さっきの、ね、出張のお供に持っていこうかなとかね、そういうことできますんで、移動運用用としてね、今後も活用できるということで、絶対無駄な投資にならないということで、ね、818ND ですね。この3台いかがですかね。東京はあの88まだ買ってないんですけど、上の2つは持ってますからね、まあ、実際持ってるユーザーとしての感想ですね。はい。でね、あとね、明らかにね、周りに無線化がいないっていうパターンね。あの都心部だとね、結構ね、VU があの賑やかでいいんですけど、あの山の中とかね、谷間に住んでますとかね、まあ、明らかに周りに電波出てないなっていうところもあるんですよね。で、そういうパターンは2つあって、あの山岳運用、山登って遠くまでバーンって飛ばすっていうパターンの人は、あの VU のね、 5W FM ハンディキでスタートすればいいと思います。これね、結構ね、休みの日だと聞いてる人いますしね、平日でもね、あの山登りしてね、誰か聞いてませんかっていう人もいるんでね、そういう人とね、更新できますよね。で、これも場合によってはね、あの SSB ってね、あのモードの方がね、電波飛ぶんで、705を買ってね、 SSB っていうので2メーターとかやるとね、さらに飛びますね。50メガって手もありますしね、アンテナがね、ちっちゃくて済むんでね、持って行ってもね、なんとかなるんですよね。これパターン1ね。で、パターン2は自宅から、ハイフリケンシー HF でオンエアすると。で、これは都市部ではできない、自宅に HF アンテナを設置するってことができるんだったら、むしろチャンスになりますね。で、あの更新相手は 7MHz に行くとたくさんいますんで、 7MSSB やればね、いろんな人と更新できるチャンスはありますと。で、この自宅に HF アンテナが立てれますよっていう人の場合は、4級だったら705か 818ND でスタートして、3級お持ちだったら FT991α マイク、あるいはね、 FT891 マイクっていう機械もあって、これもね、あのお安くて大変いい機械なんで、そっちもおすすめしますね。はい。まあ、こんな感じでね、2023年版どの無線機を買ったらいいか選手権ですね。皆さんのね、免許とかね、立地、あるいはやりたいことなんかに応じてね、いろんなチョイスありますけど、まあ大体ここに出てくる機械買っておけばね、まあ、ご満足いただけるんじゃないかなと思っておりますということでね。またね、なんか質問とかあったらね、コメント欄にくださいね。はい。じゃあ今日はこの辺で終わっておきますね。
以上、ジュリエットキロ3オスカー単語ホテルでございました。それではね、皆さん良いお正月をお過ごしください。73、さよなら。